初めてだよね、初めまして。僕は以前テレビでサラちゃんを見かけしたことがあって知ってはいたんですけれども、本当に今回サラちゃんとご一緒させてもらうということで、サラちゃんがすごくスケートを頑張って、今すごい一生懸命頑張ってるんだよっていう話をいっぱい聞いていたので、あ、なんかそうやって頑張っているサラちゃんと一緒にできるのはね、こうすごく嬉しいなって、またこうお会いできるのは楽しみでした。小さい頃になんかお母さんと一緒の番組でずっと見てて、すごいかっこいいなと思ってた。いいこと言うね、いいこと言うね、ありがとう。そうですね、本当に僕は主題歌を歌わせてもらうっていうのはもうまずはなんていうんですかね、えっていう衝撃的な感じでしたね。初めて、やらせてもらってすごい緊張してるしてたけど、すごい大好きよね、お兄さんと お姉さんお兄さんと一緒にできるのがすごい楽しみだったです。もう僕はあれですね、もうサラちゃんの声が可愛すぎちゃって、もうなんかずっと可愛いな、泣いちゃうからっていうところとかもなんかこうなんていうんですかね、こう胸に響く感じがあって、すごい感動する曲で、お母さんとお父さんと離れっていうか、その会えた時のうれしかった思いとかこもっていて、すごい感動しました。なんか僕もそういう家族にいっぱい応援してきてもらったそのあったかい気持ちっていうのがこうなんかなんていうんですかね、いっぱい出せたらいいなっていう意識はありましたね。あっという間に終わっちゃったよね。そうでもなかった。そうでもなかった。ちょっと大変だった。初めてだもんね。可愛いキャラクターがいっぱい出てきます。映画館デビューにぴったりの作品です。僕とサラちゃんもとっても楽しみにしています。ぜひ親子でご覧ください。